チアーズスタイル TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。桜がとっても綺麗な、ね、はい、季節になりました。なりましたね。はい。花見しましたか？まだです。まだです。はい、私もまだです。はい。今日は女性をですね、幸せにする情報発信をチアーズスタイル TV では行っているんですが、今回、ゲストに来ていただいておりますのは、T2 パートナーズ。はい。はい、代表社会保険労務士、はいはい、の吉田敏郎先生にお越しいただいております。今日もよろしくお願いします。吉田氏というふうに呼ばれて、はいはい、いますけども、うんうん、社会保険労務士っていうお仕事についてこの前ですね、はい、ちょっとお話を教えてもらって、うんうん、その法律があるっていう話、うん、社労士の社労士の、うん、社労士、うん、そう社労士法っていうのが、この前雑誌とか手帳を開いて、そう、私も久しぶりにねえ、そうなんです、うん、まあ今やっぱりこう働き方、はい、世の中の働き方っていうところが、はい、やっぱりずっと変わってきたなって思うんですけど、うん、今社労士をされて、はい、今何年ぐらい経ちますか？今年で今12年目ですね、うん、あ、もうじゃあ一周分ぐらいは、うん、そうです、そうです。だからそのやっぱり12年前と今ってやっぱ変わってます？変わりましたね、やっぱり、うん、いろいろね、いろいろ変わってますよね、うんうんうん、なんかその、うん、まあしかもコロナっていうのがこの3年間やっぱあって、うんうん、はい、でその企業 の、うんうん、やっぱりこう人事部とか、うんうん、そういうところに、うん、一番近い存在だと思うんですけども、はい、やっぱりその企業の中のご苦労とかも感じてこられたんじゃないですか？うん、そうですね、うん、やっぱそうですね、やっぱコロナで、うんうん、ね、やっぱもう本当業種とかによってはね、やっぱね、全然こうやっぱそうそうそう、うん、サービスできないとか、うん、うん、ですよね、接客できないとか、うんうん、そうですそうです。やっぱ大きなこう、はい、変革があると、はい、まあ、そういうものを近くで、うん、見られているということも、うんうん、やっぱりこう会社の、まあ、社長さんにとってはやっぱ相談相手になったり、うん、その従業員さんの待遇を良くするためのアドバイザーだったり、うん、いろんなお顔をお持ちだと思うんですけど、はいはい、実際企業の今経営課題っていうのが、やっぱりこの時代で変わっていくと思うんですけど、うんうん、はい、その主な経営課題ってどういうものがやっぱありますか？そうですね、まあ、業績も回復してきたところ多いですけど、やっぱ人手不足ですよね。人手不足、うん、まあ特にやっぱそういう、まあ、サービス、まあ、ホテルとか、はいはい、ね、まあ、飲食とか、はい、で、まあ、インバウンドがこう戻ってきても、今ね、そうそうそう、街歩けばね、そうです、そうです、大きなスーツケース持った外国人多いですね、うん、で、私のね、実家のある太宰府もね、うん、もう本当にやっぱ戻ってきてると思うんですよ、うん、ただやっぱりその、まあ、泊まらせようと思ったらもっと多分泊まらせれると思うけど、うん、やっぱその人がいなくて、そのね、実際こう部屋が稼働できないとか、そうです、そうです、そうです。やっぱりね、一気に増やすことってやっぱ難しいじゃないですか。うんうん、コロナの間も全然、ね、うん、そういう、ストップしてたところが、うん、そんなところですよね。で、あとはやっぱり、まあ本当ね、やっぱり物価が上がってますよね。うんうんうん、で、本当にね、何でも、ね、今日もね、セブンイレブンで、コーンが乗ったね、はい、コーンとマヨネーズのパン、ね、パン、そうそうそう。で、だいたいね、あんなんこう、だいたいこう120円とかそれぐらいやったかなと思う、はい。やっぱこう、全部だいたい150円とかなってるじゃないですか、はい、おにぎりとかも。うん、いや、もうね、やっぱ、大変ですよね。そう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 。確かにね。うん、なんかもう、すべてが、うん、そうですね。もともとその、うん、なんですかね、こう、うん、エネルギーが高くなって、うん、で小麦とか、小麦とか海外に頼っているものも高くなって、うん、でなるとこう世の中のインフラの部分がじわじわ来るから、うん、はい、じわじわ、やっぱりこの物価とか、そうですね、やっぱね、うん、私たちのこうね、こうじわじわと締められていきますよね。締められていきますよね。本当、なんかそういう悩みはね、うん、ありますけどね。だからなんかな、そういう、まあ、例えば、顧問先からも、うん、その、賃上げ
やっぱりこう物価が上がってるので、ね、どれぐらいやっぱ賃上げした方がいいかっていう、まあそれに付随してみたいな感じですね。まあ、そういう相談が本当にやっぱ多くなってますよね。でもやっぱりその賃上げのこの、うんはい、相談っていうのは、うん、経営者のこう企業努力っていうのがある。うんをこう見えますよね。そうですね。そういうところはね。うんうん、そうですね。だからやっぱり経営者によっても、はいはい、給料は据え置きで、辛抱させるんだっていうところもあるでしょう。そうですね。やっぱり。上げようにもやっぱ上げれんところっていう事情があるとか。当然、ね、ありますね。うん。うん。やっぱね、その辺の話でいくと、やっぱり今、給与のそういう、はい、ベースが、ユニクロで、ね、はい、新入社員の中で。そう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 。ねえ、ねえ、三十何万かとかね。まあ、そういうのもこう現実的なのかなってこう、うん、今すごく短いらしいんですよね。はい、なんていうんですかね、うん、その就職して働く期間が、はい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 、新卒も、うんうん、もう1年とかで転職したり、うんうんうん、まあ長くてもそのね、七五三とか言うらしいんですけど、はい、なんかその、なんとかな。高卒が7年、はい、で大卒が5年、ね、で院卒とかが3年後なんか分かんないけど、うん、なんかこの七五三とか言われているこう世界があって、はいはい、とにかくその長く働かないと、はい、でまあ日本って昔はその終身雇用っていう、はい、ちょっとやっぱ気になるねこうのが、はい、こっち見たらですね、ああそうね、いいかなこれいいです、はいはい、スタイリングがね、はい、そうで、うんうん、いやなんかその終身雇用っていう制度が、うんうんうん、もう今はもう本当崩壊していて、そうですね、うん、でその中で、うん、そのまあじゃあ目先のこう給料だけでいいのかとか、うんうん、その何が目的で働くのかとかっていうのがこう多様化したなと思うんですよね。そうですね、そうです、そうです、だから、うん、まあ本当なんていうんですかね、もう、まあ、こう、いろいろこう視点があるところとか、うん、まあ、転勤とかでも、うん、やっぱりその、まあ、じゃあ転勤がないと、転勤ないと、うん、けど、まあ、そこの地域、限定みたいな、うん、その代わり、ね、そうそう、その代わり、まあ、その、転勤ありの人に比べたら、ちょこっとだけやっぱ条件を変えたりとか、うんね、それそうですね、そうそうそう、そうですね、うん、なんかね、その土地でエリア採用みたいな感じでして、転勤はないっていうことで、その代わりちょっと条件がね、うん、もう少し他の人と比べてとかありますよね、うんうん、そうですね、はい、ね、だから働き方も選べるようになったから、企業側もいろんなこうバリエーションを考えないといけないと思うんですけど、うんはいはい、なんか給与水準を引き上げた中小企業が非常に増えたというふうに、うん、増えたってですよね、はいはいはい、日本政策金融公庫 の、うんはい、まあ、レポートからですね、うん、ちょっと調べさせてもらったんですけども、うん、やっぱりそのうん、どうして上げられるかというと、うん、結局その売上が上がらないと利益がないと当然上げられないっていうのがあると思うんですけど、うんうん、まあだからね、やっぱその、うん、本当業績が回復したとね、うん、やっぱりもうあとはもう本当に、まあ、そんだけ物価が上がってるので、うんね、もうやらざるを得んってところも、まあ、そうしないとやっぱこう社員も辞めていくでしょうし、あとはもうほんと採用の面でしょうね、うんうん、採用はね、うん、難しいですよね、難しい、もう難しいですよ、本当、ね、求人が、うん、求人難しいですね、はい、で特に、うん、その今、うん、求人が厳しいっていうところは、ね、うんはい、サービス業が多いって聞きましたけどね、そうですよね、やっぱり、うん、だって結局ね、引く手あまたでしょうから、ね、市場でしょ、そう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 、ね、そう、そうです、やっぱ条件のいいところ、いいところね、やっぱ条件良くなかってもすぐ辞めてもね、いけるじゃないですか、うん、うん、そうです。どういうサービス業でも、どういう業種のところがあれですか、その人手に対して。うん、いや、そうそうそう、ね、やっぱ、まあ、やっぱそのね、旅館とかホテルとか、ね、うん、で、あとね、やっぱうち、うん、うちコンビニ
ね、お客さん多いんですけど、うん、そうなんですね、うん、そうなんですねって知ってるでしょ、コンビニ？知らなかった。知りませんでした。うちコンビニの方が多いんですけど、うん、やっぱコンビニも大変ですよね。だって、うん、その24時間だからね。そうそう、で差別化がなかなか難しいじゃないですか。ね、まあそれこそやっぱり飲食店とかそれぞれね、やっぱそれなりの特徴それぞれあるかもしれない。うん、で、まあ本当あの大手のコンビニってやっぱりもう、うん、基本的にね。やることがほとんど一緒じゃないですか。オペレーションが決まってますよね。で、じゃあ賃金も、結局、もうね、最低賃金はどんどん上がってくると。上がってますね。で、昔はやっぱこう、ね、やっぱこう、能力で差をつけれてたと、うん、それがもうほとんどやっぱ、なかなかそれも難しいと、って言ったところですね。実地評価って、はい、うん、難しくないですか、そういうコンビニとか。難しいですよ。そういうあのサービス業のホテルとか、うん、はい、その数とかでこなすとか、うんうん、あのなんていうか 能力級っていうのが経験ぐらいしかないですよね。はい、うん、そうで、あの難しいですね、本当、うんうん、そういうところは確かに評価とか。でもそこの評価っていうのは、うんうん、継続の勤務年数とかを、加味されてる感じ、加味してるところもあればってところですよね。うん、どうも役職手当とか、うん、そういう感じになるんですか、ね、そうですね。だから、その、結構その、まあ、コンビニとかでも、うん、まあ、何店舗かね、うん、持ってる、そういう社長さんとかであれば、うん、もちろん、それこそね、マネージャーみたいな、あの店舗の統括してとかっていうのもありますし、うん、ね、本当のなんか、うん、まあ、飲食でも、うん、それこそそういうコンビニとかでも、本当にまあ、例えばもう3店舗、4店舗の本当のもう、うん、管理監督者、はいはい、もう、管理職もう、そう、もう完全なもう管理監督で、うん、要はシフトには入りませんと、一切。で、うん、そういう、なんていうんですかね、会社の、もう本当に、そういう重要な会議とかに、で、しっかりと意見すると。で、その代わり、給与はものすごく高いですよ、みたいな。うん、ね、そういう方もいらっしゃいますし、うん、で、その方が要はもう、それこそもう シフトを管理したりみたいな感じですね、うん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 。自分はシフト入らんけど、もう、管理したり、そう、マネジメント完全な。とか、うん、まあ、教育とかそうですね。うん。借りると。うん。そういう方もやっぱりいらっしゃいます。完全なこう右腕みたいな。うん。うん。うん、けどまあ、本当ね、やっぱ一店舗とかね、飲食とかでも、その、まあ、コミュニティとかでもそうですけど、うん、まあ、そういうところでそういう働き方ってできないので。そうですよね。うん、やっぱいわゆるこうプレイングマネージャーというか、うん、はい、そのプレイヤーであるっていうことが、うん、そういう現場では求められるじゃないですか。で、なかなかそのマネージメントだけの管理職を置くっていうのは余裕がないと、うん、はい、そうですね。やっぱ ね、できないかなと思いますよね。うん、はい。うん、なんかうちも美容室さんとかとよくいろいろこう情報交換をするんですけど、うんうん、はい、美容師さんたちも結局、うん、髪を切る人は、うん、はい、プレイヤーとして、うんうんうん、でその中で、うん、その、まあ、チーフがいたりするんですけど、はいはい、やっぱりその美容師じゃなくって、うん、その人事 の、うん、そのマネージャーって人がいる美容室もあるんですよ、ね、それ相当ね、うん、やっぱ大きくないと、そう何店舗かで、うん、そうね、私も、そうね、あれは美容師とかあるけど、そうね、やっぱなかなか難しいですね、普通。うん。で、何店舗かあって、うん、まあ、その、うん、まあ、1店舗、例えば10人美容師がいたら、3店舗だったら30人の、まあ、教育したり、うん、そういう、こう、配置をしたり、うんうんうん、そういう給与の、まあ、人事的なこともやってる人がやっぱりいらっしゃる。うん。その方は美容師じゃないんですよ。ないと。だから、なんかもうなんていう会社組織みたいな、うん、まあ、そういう本当ね、うん、そこまでなればいいんでしょうけどね、うん、本当ほとんどいないというか、うん、まあ、やっぱりプレイングマネージャープレイングマネージャーほとんどそうですね、ですよね、ほとんどそうですよ、そういう人が多いかなと思う中で、うん、やっぱりそのサービス業がこう今の人手不足で採用しても、うん、まあ、人がなかなかね、うん、こう続かない離職者が出るっていう苦労はあるのかなと思います、ね、うん、ですよね、本当、うん、
吉田氏のところもね。そうですね。ね、やっぱりこう、ちょうど春のこう転勤とか、引っ越しとか、ので、ね、はいはい、職員さんのこうね、はい、入れ替えが。そうですね。だから、まあ、まあ、うちもね、うん、そういう、なんか、ハローワークでこうね、募集とか、うんうん、なかなかその、で、その事務とかは、うん、結構来るのかなと思っても、うんうん、なかなかね、やっぱりね、うん、見られた形跡がないみたいなね。うん。そうそうそう。だから、本当もう求人、するのも、本当なかなかね、やっぱお金出して、やらないとなかなか難しい。有料のサイト、そうそうそう求人サイトとか。そうですね。うんうん、あとは、紹介とか、うん、ってことですよね。そうですね。人材紹介とか。はい、ね、やっぱ人のこう、やっぱり今、募集とかっていうのも、うん、まあ、お金ももちろんかかるし、うん、かかるし、その教育にもお金が、ね、時間とお金とかかるから、うんうん、やっぱそれで、その、うん、すぐにどうしても離職されると、うん、ダメージっていうのはやっぱり、ね、そうですね。ね、出てくるんじゃないかなとやっぱ思いますけどね。うん、はい、思います。ね、はい、だけど、私ちょっと謎なんですけど、うんうん、すごくその今、はい、若い子とかでも、うんうん、辞める人が多いわけですよ。はいはい、まあ、いろいろな職業を経験される人が多い。いや、はい、その中には独立希望の人もいると思うんですけど、うん、みんなどこに行ってるのかなと思う。辞めて。辞めて。そう、なんかその、辞めて。なんか今人気があるのかなと。辞めて。みんな、だから、何の業種にみんな行ってるのかなと思って。あれじゃないですか、YouTuber。YouTuber になってるの、ね、YouTuber みんなが。そう、みんなが YouTuber。なってるんでしょ、ね、夢が YouTuber だからね、そう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 、みんなね、うん、いやなんかね、本当、うん、この前も、うん、すごい優秀な方が、はい、本当に素晴らしい、うん、その素敵な企業で活躍されてた方で、はい、まあ、みんなにね、こう好かれる、うんうん、まあ、能力が高い方が、うんうん、3月で退職しますって企画が来て、はい、それこそ昨日来て、はい、ええー、と思って、でも、まあ、それはみんなもショックでしょうけど、うんうん、やっぱ寂しいっていう意味で、うん、でもこんな優秀な人は次どこ行くんだろうと思って、だからやっぱ条件のいいところとか、うんうんうん、だから引き抜かれてるのか、うんうんうん、海外っていうか外資系なのか、海外、青年海外結構だけど多いですよ。多いでしょ多いでしょしかし。よく。いますよね、うん。30歳以上の人。いますよね、やっぱ。うん、そういうね、やっぱり。うん、一度の人生、そうそうそう、うん。うん。社会貢献。貢献。はい。いや、なんかね、みんなどこに、うん、その、やっぱり、ステップアップしていくっていうふうに考えたときに、うん、やっぱりやりたかったことに近づくとか、うん、はい、自分のね、こう、人生の時間を、うん、使うのは仕事がやっぱり多いので、はい、うん、やっぱりそういうので仕事って選んでいくと思うんですけど、うん、いや本当ちょっと息子の友達とかでも、はい、まあ、辞めてどこ行くの、どこ、いや本当思いますよ今何が、うん、息子さんに聞いたらいいんじゃないですか、はい、どこ行くと、どこ行って言うとって、あの人たちで、うん、うん、その一人はですね、うん、やっぱね、こう、ほら、完全不合の営業系の、その、まあ、保険とか不動産とか、うんうんうん、ああいう、こう、はい、成果報酬のところ。へ、まあ、若いとね、いや、すごい。すごいですよね。だけど、まあ、その、成果主義なんで、うんうんうん、やればやっただけ、ね、うん、でも今、多いみたいですよ。そういう、だけど、そういう、うん、なんかな、働き方、うんをしたい人はいいと思いますよ。だってそれやったら、時間も多分縛られることないわけでしょ、うん、で、自分が好きな時に営業して、うん、で、取れる思考みたいな話じゃないですか。うん、で、そこで本当にね、すごい、うん、結果が出たら、うん、ね、やっぱそういう、うん、ハッピーですよね。そうそうそう、うん。うん、ところ、うん、まあ、体力があって、うん、そういうね、うん、そこにバチッと合えばね、うんうんうん、すごくいいと思うんですけど、うん、やっぱりこう、すべてがそういう、うん、こう、成果主義っていうのを、うん、まあ、大人になると、どうなんだろうって、やっぱり、守りに入る。いや、式、ね、うん、いや、だから、本当できる人は、やっぱ、本当多分何やってもね、うまく。できるからね。うん、多分ね、そう、うん、
私とかやったらやっぱもうなんかね、本当、うん、資格取ったらやっぱ最終的にはね、うんうんうん、企業とかその独立するしか、うんうん、やっぱそれしかね、やっぱなかった。いやいやいや、それでね、うん、ちゃんとあの、うん、ステップアップが分かるからいいなと思うけど、うんうんはい、私とかその会社員をやった経験は、うんはい、あのもちろんあるんですけど、うんうん、十数年会社員をして、はい、その会社にも組合も労働組合もあったので、はい、あの社会のあこういうふうに社会って成り立ってるんだとか、うん、その会社の給料っていうものの、はい、あの内部っていうか、はい、その組合活動とかお金出ないわけですよね、うんうんうんはい、で 無報酬だけど、うんはいまあ、ここ込みの給料なんだろうなとか、やっぱこうどっかで自分で、うんまあ、学んできたんですけど、うんはい、私もその転職っていうのをしてないので、うん、結局比較する会社がなくてですね、はいはい、もうこうモデルがなくて、はい、だからまあいろいろちょっとね、相談してばっかりなんですけど、なんか世の中の様子もわからないし、うんはいもう何が普通でないから、うんうんうん、その会社の形態ってですね、うんうん、給料形態も。そうですね。うん、ねだからその最低賃金とかはこう分かるんですけど、何がその何ていうんですかね、あのマストで払わないといけないか。そうね。うん、そうですよね。だから、なんかな、結構ですね、うん、結構よく聞かれるのが、あの正社員にね、やっぱこう、するってなったば、うん、で、でもそういう、月給じゃないといけないんでしょうとかね、やっぱりよくあるんですけど、いやいや、で別にそれもやっぱ企業でね、うん、決めれば、そうそう、だから、あのもらう本人にとってみたら、別に月給、月給であろうが、要はその時給換算じゃないですか、時給換算ね、いくらもらってるかって、で月給でめちゃめちゃ長時間働いとってね、その給与が。うんでね、別にこう給与さえ、給与とその働き方じゃないですか、うん、そうね、うん、労働時間とか、うん、ね、そう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 、まあ、うん、あのそこの合意ができてるからいいってことですね。そうです、だから結構その何かな、やっぱコンビニさんとかって、うん、あの払い方がやっぱりその時給の方がやりやすいんですね、うん、もう今後どうなるか分かりません、そういうシステム上ですね。それやったらまあ別に時給を例えば高くするなり、それこそそういうね、うん、あの役職手当なりでやっぱね、なんとかすれば分かりやすいですよと。そうですね、だって残業の計算も難し、月給の方がより難しくなるじゃないですか、うん、時給の方がね、うん、あのね、うん、そうみたいな。そうですね、うん、やっぱなんかね、その辺も難しいですよね、うんはい、すあの、はい、個人にもよるので、うんはい、そう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 、ね、この捉え方が、うん、捉え方はだからあのやっぱりその、うん、聞いた人で、うん、まだその入社1年で辞めた、うん、あのお二人の若者の話を聞いたんですけど、一、うんうん、人は、うん、やっぱりその残業が多いことと出張が、うんうんはい、全国やっぱ出張が多かったと、うん、不動産の営業だったらしいんですけど、楽しそうは楽しそうですけどね、うん、人によっちゃで、まあ、体育会系というか、うん、パワハラも、パワハラがね、うん、もうまあ、常習化していて、うん、ちょっとやっぱり疲れたと。でもやっぱりこう若いから全力でやっぱりやるじゃないですか、うんうんはい、それでもうちょっと疲れて、うん、ちょっと精神的に、うんうんうん、あの続かなくなって、その転職をしたというふうなことを一人は聞いて、うん、もう一人は9時から出勤が9時からだったけど、はいはい、7時に行くのがルールで、うんそれで、そういう、で、そう、それで残業つかないと、はい、あの、手当てっていうか。いや、それはもうね、うん、やめて当然でしょうね。うん、それで、毎日飲み会があると。うん、あで今時ね、はい、こんな会社があるんだと思って。うん、私もね、以前いた会社っていうか、あんまりね、こう、分かれ、特定され。あの本当に毎日飲み会っていうか、うん、でまあそのまあ要するに社長がね、うん、もうそういうもう半分はある中みたいな毎日飲むとね本当仕事終わってどっか行くんですか、うん、行くところあるしもう会社でですよ、うん、社長がもうね、うん、社長の部屋にはもうそういうのがね、うん、冷蔵庫があってねいっぱい置いてあるんですよ、そうそうもうね人はもうエビスビールしか飲まないんでね、いっぱいあってね。で、
そうそうそう。で、途中で夕方ぐらいになったら、こうね、あの、怖いっつってね。うん。社員が。うん、そうそうそう。で、なんか、その、うん、毎日夕方からは飲み会があると。うんうん、で、一回ちょっと、その、うん、休んだっていうか、はい、ちょっと、うん、行かなかったそうなんです。はいはい、なんとかかんとか言ってね、うんうん。そしたら次の日に先輩から呼び出されて、よくないよって。よくないよって。言われた。よくないよって。って言われたって。まあそういうとこやったらね、うん、やっぱこう、まあ本当メンタル、やられる前に、うん、まあやめた方がね、良かったんじゃないかって話です。まあ合わないってことですよね。そうそう、だけど、あの、私もですよ、うん、本当にもう、まあ本当、なんかな、結構、もうそういう残業多い会社ばっかりいたんですけど、もうさすがにそこのもう毎日飲みのところは、もうさすがにね、もうね、あ、なんかもう、なんか、もうほんとさようならみたいな感じで、もう、うん、もうちょっとさすがにこれはもう、はい、付き合えないで、ね。そう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 、うん。なんかね、やっぱりこう、まあその、なんていうんですか、飲み会の目的とか、うん、はい、あの、飲み会の、うん、まあ、メンバーとかが合うか合わないかにもよりますもんね。そこはね、はい、こうなんかね、はい、ちょっと、まあ、そういう、こう、会社の環境づくりっていうところも、うん、まあ、企業としては努力しないといけないし、はい、そういう、あの、給与とかの条件も、やっぱりね、きちんと、あの、他の企業と、ね、そうですね、比較したときに負けないようにしないといけないのかなと思いますけどね、うんうん、やっぱり、本当人材の確保定着っていうところは、はいはい、ね、こう社労士としてのアドバイスも、はい、ね、必要なところかなとは、そうですね、うん、うん、思うので、まあ何かそういう、あの、会社の規定とか、うん、そういうのでね、あの、アドバイスしてもらうっていうこともできるわけですよね、うんうんうん、はいはい、どう、なんか音が反応し始めましたけど、はい、なんか難しいですね、この首のね、角度がね難しい、うん、でもそう、うん、それ全然問題ないです、ね、難しいですよ、ほんとこっちの目が上がるんですよね、そのあれですか、アメフトからですか、アメフトから、うん、アメフトでからです、タックルしすぎて、しすぎて、うん、ねえ、でも日常生活には別に支障はない、ね。まあそんなに支障はないですね。うん、まあ本当、うん、説明しとけばですね。うんうんうん。だって吉田氏のほら、キャラクターもちょっとそういう特徴を捉えてるでしょ。うん、ね。バカ野郎。あ、でも、あの、すごく真面目な一面もあるそうで、うん、はい、あの、倫理法人会で、この前なんかお話をされたように聞いてますけどね。はい。ちょっとなんかね、はい、笑いも振りながら、はい、まあ、仕事も真面目にしてるよという、ね、はい、感じで、はいはい、まあ、もしそういうお仕事のことのですね、うんうん、まあ、人事とかに関する相談とか、はい、そういう、まあ、人材の教育も含めてですね、うん、なんか、また何か情報があったら、うん、ぜひ、わかりました、はい、いただきたいと思いますし、はい、また今度春から、うん、まあ、そういう研修だったり、うんうん、その企業に対しての何かいい助成金とかがあれば、うんうんうん、そういうものも教えていただければ、はい、まあ、うまくそういうものをサービスは活用しながら、うんうんうん、まあ、人材の教育とか、はい、ね、社内を整備していくのに活用していくとですね、はい、いいかなと思いますので、はい、はい、お忙しいところ、ありがとうございました。ありがとうございました。今からまたお出かけということで、はい、かしこまって。はい。はい。社会保険労務士法人の法人 T2 パートナーズ代表社員の吉田敏郎先生にお越しいただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、午後も素敵な一日をお過ごしください。桜も全国見られると思うので、少しそんな時間もとって楽しんでください。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではさようなら。